街と私とサーカスと続けていきましょう。よいしょ。さて、収録がだいぶね、前回から間空いてるんで、若干記憶は抜けかけてるんですけど、おお、なんか人数が多いな。そう、なんか2つ頭。今回はね、なんか、この人たちの手伝いをするっていうことになって、なんだっけ、瓶探しみたいなことをなんか頼まれたような記憶が、まあ、あったりなかったりっていう感じで、それでいいんだよね。で、まあ、とりあえず、この辺の探索もしとこう。この辺の探索っていうか、ここからこう入ってきて、あれ違っけ？どっから入ってきた？なるほどね。瓶探しで合ってるよね。ちょ、一応話聞いとく。紛らわしいよね。彼は僕の言うことを聞かないのです。なんだろう、気になるんだけどね。 よいしょ。瓶ってこれのことだよね、多分。よし、来た。これを何個か持ってけばいいのかな。何してるの？休憩中。さあ、作業しちゃったから疲れてたの。やっぱソフィラのこと知ってんだよな。さっき初めて会ったけど違う人と間違えてるのかな。いや、もう完全に今ソフィラって言い切ったんだけどな。 謎は深まるばかり。さて、これも瓶。ここが多分立て付けが悪いところでしょう。こっちは？てか何個ぐらい見つけりゃいいんだろう、これ。 こっちかなと。もうなくない？こんなもんじゃない？あとある？これは？ダメか。空の瓶。まあなんか映ってないだけで実はあるみたいなことがあるかもしれないから、一応こうやって全部調べとくか。さすがに本棚はないと思う。と思いたい。これもそうか。どう？まだ必要？まだ必要っぽいね。ドットがね、結構凝ってるから。てか、あの辺のやつも使えそうだけどな。これダメ？頑張ってみるか。いや。 止めてあげろよ、こんだけ。お前さ、何人いると思ってんだよ。今4人いたんだよ。大人3人いたんだぞ。まあ大人というか、まあ、ソフィラちゃんから見たら大人みたいなこの立場の人間が。誰か止めたれよ。なかなか、そうなんだよね。このゲーム、なかなかなんかそういうとこあるんだよね。意外とあっさり死ぬっていう、死ぬときは。多分、これで全部じゃないの？ちょ、待って。やめようね。みんなも。急いでるとはいえ、連打は、やめようね。はい、おっつおっつ。こっ
これで全部じゃないの、さすがに。オッケーオッケー。それじゃあサンプル採集所に向かうっす。ああ、そうなんだ、了解。そうなんだよね、具体的なことは何も聞いてないからこの奥に行ってサンプル集めは、サンプル集めてほしいっすわ。サンプルはいろんな色があるっすから、2つの色を1つの瓶に入れてほしいっす。2つの色を1つの瓶に、はいはい。組み合わせる色を間違えると爆発するから気をつけてっすそんなんばっかね。お前ら9歳児なんだけど、こっち子供に任せる仕事じゃないんだよね。そこの机の上に参考図があるから図を見ながらやるといいっすわ。はいはい、大丈夫、ソフィラならできるよ謎の信頼。できるかできないじゃない、やるんだよ。ソフィラちゃんそういう子だからね。ニコくんやニコちゃんと話してきてもいいっすよ。あー、じゃあ聞いてみよっか。多分わざわざこう言うってことは、むしろ聞いてこいってことなんだろうな。ゲーム側からのメッセージと見た。ちょ待って、最初にこれを見とこう。参考図、ちょもっぺん、対局の色を組み合わせるってことかな。あー、補色ってやつかね。なんか昔美術の授業かなんかでやった気がするんだけど、その色から一番遠い色なんだよね確か。そう、なんか赤の対局が緑みたいな、なんかそんなのは聞いたことがあったりなかったり、まあ多分そういうことなんだろうな。ワクワク安心、青い、しょっぱい、めっちゃ臭いこれ参考になる？なんかさ、資料なかったっけ？難しい字、ダメか。どっちかって言うとこのニコくんっていうこの二人の方がなんか女の子っぽいんだけど、あの右の部屋にいた子たちよりそんな気しない？彼の視界にも入ると、入るところからでも話しかけてくれれば喋りも止まると思うのです。あ、こういうこと。最終場に行ってお手伝いをするの、何かアドバイスありますか？アドバイスですか。ニコくん何かありますか？似てる色もあります。2つ頭に特徴を教えてもらうといいですよ。ほうほう、処分するどうした急に。あーでも見てみてえな。処分ルート見てみる？ちょっと一回だけね。一回、多分みんなも気になると思うんだよ。まさかね、まさか、こう弱い9つの、こんな純粋無垢な女の子が、そんな処分だなんて、物騒なことを、やらないとは思うんだけど。ほうほうって言った後に。勝っちゃうんだ、勝っちゃうんだ。今返り討ちにあるのかなと思ったんだけど
勝っちゃうんだ。これさ、あっちの二つ頭はどうなんだろう。どういうことなんだろうな、これは。この選択肢は一体なんかジェノサイドルートに入った感が否めないんだけど。動いてる色が採取できるけど、たまに隠れたりしてる色もあるから頑張ってさ。なんかね、説明というかなんか抽象的すぎて何が行われるのかもようわからんのよな。相変わらずカーソルの位置が分かりにくい。そしてこれ罠なんだよね。さっき見たら連打してるとさ、処分するがデフォルトの位置にあるからさ、マジで処分しちゃうんだよねこれ。これ読んだよね。ああ読んだね。まあちょっとやってみるか、どんなもんかね。多分みんなもイメージできないと思うんで、なんか色をどうのこうのっていうのはまあわからなくもないんだけど、具体的に何をやるのかっていうのは多分みんなも分かってないと思うんで、まあ、まずはね、百聞は一見にしかずということで、まあ、失敗してもいいんで一回やってみよう。はい。まあまあできたとは言えないけど、やるしかないよ。いくぜ。わお。なんか想像してた場所と違う気が。目がチカチカする。まあ普通はなれないっすわ。そうだピエール、お菓子の作り方教えてっす。今か。急ぎじゃないですけど、まあついてきたついです。いつ死ねかわからない。そんなんばっかね。採取できるサンプルは動いてるはずっす。よく見るとわかるはずっすわ。2つ頭と会話をするとそれぞれの色の特徴を教えてくれます。世間話もできるので何回か話しかけてみましょう。複数の色を集めると組み合わせることができます。シフトキーで組み合わせてみましょう。失敗すると爆発します。何が起こるか分かりません。立ち挟みを掃除しましょう。マジで分からん現状は。なんか口で説明されてもね、何が起きてるかようわからんからね。間食2つ、中間食3つ、暖食3つっすわ。全部で8つっす。
瓶持ってんの、かわいい。この歩行ぐらいかわいいな。わかる？このちょこんって、前にこの瓶抱えてるの。あ、まあ、それはわかるんだけど。中間色ってどういう色だろうね。違う、寒色じゃない。おしゃべりしてみる。変な場所だね。この二人はもうあれなのかな、別人っていうことよりかはこの子が記憶をなくしてるっていうのをなんか察した上で初めて会ったふりをしてんのかな。あ、ほらやっぱそうだ。何教えてもらってるの？お菓子。あー、なんかあの寿司みたいなやつか。僕らは小さいけどクッキー好きだったっす。だからソフィラも好きかなって。グダグダじゃねえか。ピエロさんと知り合い？あ、そうなんだ。まあ確かに関係は良好そうだよね。境遇というか、まあみんなやっぱさ、苦楽を共にしてきてると思うから、それなりのね、結束力みたいなのがありそうだよね。お、結構簡単にトリガー引く。結構簡単に記憶のトリガー引かれんのね。で、いい加減色の採取いきますか。はい、なんかこう入れんじゃない。ほら来た、動いてる。まあ、確かに動いてるな。ドロドロとした黒い何かが垂れている。触らないでおこう。これ、動いてるよね。はい。緑。中間色に。こうやって表示してくれるんだったら、まあ分かりやすいんじゃない？よいしょ。あー、動いてるね、やっぱ。害はないようだ。はい。こっから順番に時計回りに行こうか。これですね。ピンクかな、これは。ちょ、文字化け。最近知ったんですけど、文字化けって解析できるらしいよね。なんかその専用のなんかね、ソフトみたいな、なんか使うとその文字化けの元々の字とかわかるらしいんだよね。だからなんかこのゲームが何かしら仕込んでたら、今の文字化けも何かしら意味があるってことになるんだけど。ほらほらほら。ちょっと、怒ってる。ちょっと詳しい方いたら、教えてくれるとありがたいんだけど。なんか、めっちゃ動いてる。逆にわからん。これ後回していい？あ、でも待って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 。動いてるの後ろ側か、これ。逆に動いてないやつ。この場で動いてないやつ。これ。
何かを期待している。これか。この部屋分かりにくいね。よいしょ。これは分かりやすい。はい。色の採取自体は結構簡単に終わりそうではあるね。あ、もう取ったね。これ8ついったか。1,2,3,4,5,6。あれあと2っちゅ。あと2っちゅ。これもか、もしかして。あ、取れる。取れるね。これと、もう一色。これとか。あ、いける。オッケー、8個集めた。一旦セーブ。これってさ、こっち側から話しかけてもサンプル取ってきて。食べちゃダメっていうのは、食べたら害があるってことなのかな。あれ何すんだっけちょっと待って、配合だか調合だかどうやってやんの。で、これどうすんの。え、集めたよね。え、集めてない。まだある。あれ、空の瓶。4,5,6,7,8。あれ、2つ。これで5つでしょ。集めてもね、8つね。さて、8つ集めたはいいが、この後どうすんの。え、これ取んなくていいよね。これ何なんだろうな。触らないと。進ませ方がわからない。どうするんすかこれ。え、三構図組み合わせる。あ、シフトで組み合わせ。
はい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 。なるほど。まあ、ちょっと分かりやすいのからやっていくか。じゃあシフトで組み合わせ。あ、ちょっと待って、セーブしてからでいいですか。はい、いきます。1つ目、ワクワクする、これと、感触の、これではね、多分何の匂いもしない。完成した瓶。ちょ、待って、怖いんだけど、怖いんだけど、怖いんだけど、え、あ、なに、シンプルに間違ったってこと？ちょっと待って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 、どういうこと？この様子になるってことは多分なんか失敗してると思うんだけどな。あれ、ちょっとわかんない。一回あの失敗してみていい？失敗した場合多分爆発して死ぬと思うんだよね。だ、正解してんのか。ワクワクする匂いね。と、多分これ失敗すると思う。あれ？どういうこと？え、ど、ちょ、わかんない。わかんない、わかんない。ちょっと、一旦カットで、一旦カットでいいですか？みんなわかったよ、これ。あのね、立ちバサミだ。立ちバサミ装備してたじゃん。なんかね、これを装備してると、なんかソフィラちゃんの内なる、闇のものみたいなのかなんかで、ね、侵食してくるみたいで、それでなんかね、あの状態に陥るんだよね。で、装備で、ハサミ外したらね、あれなんなくなったんだよね。だから多分ね、ちょっとハサミ装備するのは控えた方がいいのかもしんない、これは。多分そういうことだと思う。これちょっと気づくのめっちゃ時間かかったんだけど、おそらくそういうことなんじゃないかと思う。多分ね、ハサミ装備してていいことって何もないんだよね、今のところ。てなわけで、はい。なんとか一応全部組み合わせ終わりました。これで合ってんじゃないかなって思うんだけどね。どうだろうか。カーソルの位置が見えない。よいしょ。はいはい、お疲れ。多分爆発しないと思うんで。頑張ったよ、本当に頑張ったよ。まさかハサミ外すだけであんなになると思わなかったよ。出ましょうか。
お、二人ともありがとうね。やっぱね、ここの住民は思い出があるんだよね、ソフィーに。やめろこの後に及んで罠仕掛けだ、やめてくれ。お前また俺がエンターキー連打してたらどうしてくれんだよ。やばいぞこのゲーム。なんか一歩間違えたらジェノサイドルート入る、これ気をつけないと。やばい。ちょっとこの二人にもあんま連打しすぎないように。終わったよ。何回バラされんのか。やめてくれ、だから怖いんだよ。ありがとうね。ちょ、なんか俺も気をつけないと、一歩間違ったらマジで勝負しそうで怖いから早く行くわ。このね、これもう捨てた方がいいと思うんだけど。手伝ってくれてありがとうっす。ピエロもお菓子の作り方教えてくれてありがとうっすわ。いえいえ、いつもドア開けてくれてるからね。まあ下の階に行くにはここを通らないとっすからね。ほら早く家に帰らないと親に怒られるっすわ。二つ頭さんありがとう。ソフィー、また来てくれるっすか。うん、また遊んでね二つ頭さん。うんうん、また遊ぶっすわ。よかったねソフィー、また遊ぼう。ソフィーら行くよ。うん。あ、ピエロ、ん？帰ってきたらお茶しようっす。そうしようっすわ。久しぶり普通の食べ物が食べたいっすわちょっとね、フラグ臭いんだよねこれ。怖いんだけど、なんかピエロの身に何か起きそうなんだよな。やめてくれ、なんか死亡フラグ立てんの。帰ってきたらって。なんか不穏なんだよね。そんな気しない？二つ頭さん、どうしたっす？忘れ物っすか？またね。幼女の笑顔、万病に効く。ソフィー、またねっす。はあ。次誰だ？なんか歌姫みたいなの、炎毛くんとこに書いてあったから、多分そうなんじゃないかなって思ってんだけど。流れ的に多分そうだよね。さあ、どんどん上に向かってってるけど、次のところあれかな、クリアしたらもう出れんのかな。ん？これ多分外じゃないよね、建物の中だよね、まだだよね。ここの階は外みたいに作ってるって言ってた。とっても綺麗だね。気に入ったならまたおいで。うん、また来たい。はーい。お？やっぱこの人も知ってるよね。お待ちしておりました、ソフィラちゃん。私のこと知ってるの？
控室のノートに名前が書いてありましたから。え？使用人？歌姫じゃないの？あ、歌姫に見つからないように。これはここに来て選択肢、まあ一応セーブしたからいいんだけどさ、早く帰らないとはちょっとこれはないな。ちょっと休みたい、歌姫に会いたい、どうしよう、まあ、ぶっちゃけ俺の心の声を言うのであればどうしようなんだけど。はい、ループですねいつものループですね。ちょっと休みたい、歌姫に会いたい、まあ、ちょっと休みたいにしてこうか。こう中間択取っとこう。今回は仕方ないですが、次来るときは名前を書いたらダメですよ。なんで名前書いちゃいけないの？ポツーンとセーブポイントが置いてあるんだけど。控室にあった本に名前を書くと歌姫の所有物。独占欲が強い人だからね、その証明が欲しいんだと思うよ。怖い人なの？怒ると怖いけど、ソフィラにはすごく優しいから大丈夫だよめっちゃひいきされとるやん。っていうことは多分歌姫さんにも会ったことあるんだよね。あなたは誰？はい、ということで、とりあえず今回はちょっとぐだりましたけどとりあえず今回はこうやって切りたいと思います。はい、次回多分その歌姫とやらにご対面すると思うんですけど、どんな人なんですかね、というか人なんですかね、まずそこからだよね。